ブラックペッパーがね、冷蔵庫に出てきます。では油がねえぞ。バターで。クソ会社、クソ会社、クソ会社、クソ会社。バター焦げてるよ。ちょっと待って。で、見れるか。行きます。低温調理で。お、え？砂みたいなやつありましたんで入れてみます。あと、あと、なんかまだ赤いっすよね。やっぱ牛だからいけるもん。カッ、いや、では給料日を祝って乾杯。大丈夫かな。まあ大丈夫か。うん、うん、レアか。うまレアだ。お腹いっぱい。もうこんなんとこんなんでお腹いっぱい。嘘だろ。豆腐しか食べてなかったからだ。最高の給料日でした。ごちそうさまです。
今日は終わったの。本当に。